ジェームズ・スチュアートはアメリカ合衆国ペンシルベニア州インディアナ出身の俳優。本名はジェームズ・メートランド・スチュアート。相性はジミー。191センチメートルの長身で、その誠実な人柄と日々の生活で困難に立ち向かう平均的な中流階級のアメリカ人の役を多く演じたことによる役柄の印象からアメリカの両親と呼ばれた。 米国ボーイスカウト連盟の功労賞、シルバー・バッファロー賞の数少ない受賞者の一人でもある。アメリカンフィルムインスティチュートが AFI アメリカ映画100年シリーズの一環として選出したアメリカ映画スターベスト100では男性スター部門の3位にランク入りした。また、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された映画10作品に出演している。 1934年10月撮影映画、蘇る熱球より、モンティストラットンを演じる映画、裸の白車より、映画、裏窓より、映画、夜の道より、軍服姿。1960年代に、撮影1973年、撮影1981年、撮影裕福な家庭に生まれ、プリンストン大学で建築学と都市工学を学ぶ。大学卒業後、 ジョシア・ローガン、ヘンリー・フォンダ、マーガレット・サラバンダが所属する学生演劇集団、ユニバーシティ・プレイハウスグループに参加。俳優を志し、彼らと共にニューヨークで共同生活を送るが、不況のためにほとんど仕事はなく、俳優業を諦めることも考えていた。ヘンリー・フォンダの誘いでハリウッドへ行き、MGM と契約。 舞台で共演した女優でコラムニストのヘッダーホッパーの推薦により歩道の殺人に出演して映画デビュー。翌1936年には超スピード時代で初主演を果たした。フランク・キャプラが彼の平凡な魅力はどこにでもいそうでどこにもいないと着目し我が家の楽園スミストへ行くで主役に抜擢。作品が大ヒットしスターとなる。 翌く1940年のフィラデルフィア物語でアカデミー主演団優勝を獲得した。1948年にはアルフレッド・ヒッチコック監督のロープに主演として起用された。ヒッチコックお気に入りの団優として計4本に主演している。第二次世界大戦中は率先して軍隊に志願。陸軍航空軍の B-24。 爆撃機パイロットとして活躍した。出撃回数は20回、飛行時間は1800時間にも及び、1945年3月に大佐に昇進した。大戦後の1959年7月には空軍巡将に昇進。1968年3月に空軍を退役し、その後少々に昇進している。親友のゲイリー・クーパーが、 ヨーク軍曹でアカデミー賞を受賞した際には、堂々と軍服姿でプレゼンターとして受賞式に出席し、クーパーにオスカーを手渡している。戦後はハリウッドに英雄として外戦。映画会社は彼を主演に戦争映画を作ろうと、目論んだが、ジミーは本物の戦争を見てきた人間が戦争映画に出たいと思いますかとそれらをすべて断り、素晴らしきかな。 人生、ハーベイといったヒューマンコメディに主演した。戦後は、ウィンチェスター173、怒りの川、ララミーから来た男などの西部劇でも新境地を開いた。なお、ウィンチェスター173で初めて作品の儲けから定率でギャラを支払う、いわゆる出来高払い制度で契約した。このシステムは現在まで長い間引き続き使われている。 1984年、長年の映画界への功績を称え、アカデミー賞名誉賞が授与された。第二次世界大戦後、41歳の時に、元モデルのクロリア・マクリーンと結婚。双子のジョジがいる。また二人の男児を養子に取り、その一人ロナルドは24歳の時に、ベトナム戦争に従軍して亡くなっている。娘のケリーは人類学者となった。政治的には、 共和党を支持していた。日本語吹き替え版では、裏野光が主に務めていたほか以下の人物が複数担当している。ありがとうございます。